めっちゃ団子ちっちゃいなんか髪切ってから初なのでめっちゃ団子ちっちゃく感じる。そう、珍しく今日のポジションは団子でしたいと思います。まとめ髪好きだから嬉しい。おー、確かにまとめ髪最近してないね。なんかまとめ髪はでもな、なんかあれなんよな、ゲスの時難しいんですよね。そう、臭いものだらけの時は似合ってるんだけど。かわいい、やった、嬉しい、ありがとうございます。今日はお団子はるちゃんです。今劇場前にいます。あら、来てくれるんですか、はるちゃんコールしてくれるんですか。待ってます。仕事帰ったら DMM で見る、見てください、お願いします。今日でもコンタクトの調子が不調、絶不調。なんかメイクしてる途中ですごい視界がぼやけて、目つぶってパッて開けたらコンタクトどっか行ってたこのなんか裏側行ってて戻ってくるのに時間かかってました。今日まだ、いまだまだなんかそんな感じやからちょっと怖いね。本番中にコンタクト取れへんか不安。視力めっちゃ悪いからさ、もうコンタクト取れたらおしまいなんよね、何も見えへん。もう多分ポジションとかにもつけないレベルの視力やからほんまに困る。頼むから取れんといてほしい、それだけは勘弁大変、今日は大変です。目薬は持ってるけど替えのコンタクト持ってないからちょっとやばいね、危ない。どうかこのまま終われることを願います。今日行くからガン見する、あら、ずっと見といてください目を離さずに。コンタクトの悩み一緒ね、コンタクトそこだけが大変よね。もう何年、何年コンタクトだよ。小4からつけてるから5、6、1、2、3、1、2、3、19、20、10年、10年や。もう10年間のコンタクト生活してる。最前列の人も見えない、見えない見えない、もうなんならこの辺の資料ですら見えへんもんもうやから、たまになんかオフの日とかでコンタクトつけない日もあるのよ。メガネで一日過ごす時もあって、オフの日はもう本当に家から一歩も出ない日とかはコンタクトつけずにメガネ生活することもあって、でお風呂場ではどうしてもメガネ曇るからつけれへんのよ。だからお風呂に入ってる時にはるかいつも YouTube 見るねんけど、あの見えないのよね、 YouTube も裸眼だと。もうやばい、コンタクトマイナス7、あーもうそんなん全然です、はるかマイナス8全然って言ってもまあちょっとしか変わらんけど、マイナス8なのよ。もうほんまに見えへん、この辺で YouTube 見ても見えへんくてめっちゃ困る、もう大変です。そうそう、マジで困る。遺伝なんやろうか視力って。お母さんはめちゃめちゃいいんですけど、今もパパが悪くてめっちゃ度数負けた、ま、これもう勝たんでええのよ、勝たんでええのよ、それはもうはるかも勝ちたくないわいやいや、度数でね勝ちたくないです、ほんま視力良くなりたい。多分もうはるかあれよね、レーシックできひんレベルの
度数になってるよな多分。でもほんまになんか目悪くなるようなことしてないねんな。ゲームもはるか DS 買ってもらえへんくて小学校の時欲しい買ってんけど周りの子みんな持ってたから。でもそう厳しく育てられたので厳しく厳しく優しく育てられたのでDS 買ってもらえへんかったから持てなかったし、ゲームもなんかもうバレエずっとやってたからゲームする時間もなかったり、漫画も全く読まなかったし、なんか何で目悪くなったんやろって感じやから、やっぱ遺伝なんやろうかね。ゲームも全くしへんのよ、悔しい。左右でそんなに9と7そんなに差あるんや、ありゃありゃ、そんな違うもんなのね。ねえ遺伝なんかな、パパだけ目悪い、パパは悪いですね、ママはめっちゃいい。ママに似たら目悪くならんかったんやろうけど、悔しいです悔しいですとか言ってそうだからとにかく今日はコンタクトがこのまま不調にならないことを願う。やばい眠たい、どうしよう。今日でも久々に目覚ましかけずに寝たかも。最近リハで朝早いことが多くて、いつもね早起きするので、今日久々にリハはなくて公演だけで、そう久々に目覚ましかけずに寝た、幸せを感じましたもうほんまはるか寝るの大好きやからさ、世界で一番寝ることが好きなのでほんまにあかんわ、もう眠たい眠たいです。この時期は花粉だからコンタクト避けたい。え、花粉症ってコンタクトもダメなの？そういうこと？そう、ゆっくり寝れてよかった。そう、ゆっくり寝れました。でも明日からもうまた朝からリハですね、覚えないとめこするからじゃないから。なるほど、花粉症じゃないからね、分からへんのよな、どういうのが花粉症なのか。この間12時間くらい寝た。いいねいいねとか、もう起こされなければはるかはもう一生寝てたい、ずっと寝てたい。でもなんかはるかも何やったかな、なんかの時に東京行って朝のほんまに始発ぐらいの新幹線で大阪戻ってきて、そっから家着いて寝たのよ。12時も分からんけど、お昼ぐらいから寝て夕方ぐらいまでずっと寝とって、もうそしたらね顔がパンパンにむくんでやばかった。寝すぎたらやっぱ顔がむくむのでね大変、それは嫌や。花粉症は全くない、ないです、何にもないな。鼻がかゆいとか、なんか鼻水が出るとか目がかゆいとかも全然わからない。そうわかんないです、この前じゃない、この前っていつや。もうね最近ほんまねなんか結構ねありがたいことに関東行かせてもらうこと多いから、
いつか分からへんのよな。横浜の時ではないことは確か。横浜の時は終電で帰ったから日帰りやったから違うんですよ。いつや、あの時やったかな。むくむんだね。めっちゃむくむ。むくみやすい体質なのか、顔だけねむくむのよ。なんか足とかさ、よくむくむみたいな女の子言うじゃないですか。なんかメディキュットとか履いとるんやけど、正直あんま分かんなくて、何が違うんか今むくんでるのか分からんし、メディキュットを履いてすっきりしてるのかも分からんけども履いてるんですけど顔はほんまにすぐむくむ。めっちゃ嫌や。顔に出やすいタイプ。毎回日帰りお疲れ様です。ありがとうございます。最近多いね日帰り。なんかゆっくり過ごしたいなとか思うんですけど、なかなかそうはいかないそうはいかないスケジュールです。メディキュット履くとむくみかは分からんけど、筋肉痛にはなりにくいなってことに気づいた。なんかめっちゃ動いた日の次の日とかメディキュット履いてると筋肉痛なりづらい。それは分かった。全然違います。メラメラ NMB 見ながら配信見てる。なんやメラメラ NMB。あれか、昼型とかのやつですか。今日から変わってるんですか。前回今日か。顔むくむのほんとつらすぎ。それなほんまに嫌や。もう嫌です。すぐむくんじゃうからね。今日からか。最近春か全然呼ばれてない。てか N 公演の日多いよね、昼型夕方。N の時多い。公演頑張ります。はるかはむくんだことない。いいな、羨ましいです。羨ましい。今日から変わってる。あー MC の方も変わるの。なるほど、リニューアルしたのね。全然最近出てない。さあさあ、でも今日はケイトちゃんがねまたぎで出てくれるんで、久々に一緒に空方公園の千秋楽以来かな出るので楽しみですね。運動するときサポーターつけると全然違う。そうなんや。サポーター、そろそろ、わかんない。まだでも15分経ってない。経った。はるかが見てなかったわからへん。まだ15分経ってないんか。どうだろうか。今日はとりあえず公演までに明日のリハーサル曲の振りを覚えて公演出て、もう一回お家帰って復習して明日を迎えないと。なのでちょっと大変ね。ちょっと頑張ります。ということでそろそろ終わりたいと思います。ランキング読みます。
13位赤月仮面さんありがとうございます。12位そのみさんありがとうございます。11位ヒロリングさんありがとうございます。10位電気ビリビリさんありがとうございます。9位やぶちゃんありがとうございます。8位ひよこさんありがとうございます。7位サムさんありがとうございます。6位ゆすさんありがとうございます。5位カラスさんありがとうございます。4位ケンイチ久しぶりありがとうございます。3位ナッチさんありがとうございます。2位タクちゃんありがとうございます。そして1位がテラシーさんです。ありがとうございます。ではでは皆さん公演見ててください。お願いします。